皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ式の計算の3回目、今回は多項式の加法、多項式の足し算についてお話しします。1番 x-3y に -2x+5y を加えた、つまり足し算した和、これを求めましょう。こういう問題です。この2つの式を足し算するとき、この式を括弧に入れて足し算していきます。こうなります。括弧 x-3y 括弧閉じて足す -2x+5y と。次に括弧を外します。イコール x-3y 引く 2x+5y と同類項順に並び替えます。イコール x-2x-3y+5y と。イコール x-2x はマイナス x ですね。そしてマイナス 3y プラス 5y はプラス 2y と。答えはマイナス x プラス 2y と、このようになります。この場合、今横の式でやりましたけれど、縦の式でももちろん計算できます。縦の式で計算するときには同類項を縦に揃えて、このように並べます。 x-3y とマイナス 2x+5y と揃えて足し算をします。 x-2x-x ですね。マイナス 3y+5y+2y と、こう計算できるわけです。2番、次の計算をしましょう。括弧1、マイナス 5x+4y+8x-7y、 まず括弧を外します。イコールマイナス 5x+4y+8x-7y。 次に同類項順に並び替えます。イコールマイナス 5x+8x+4y-7y で、最後に計算をします。マイナス 5x+8y は 3x ですね。で、4y-7y はマイナス 3y と。答えは 3x-3y と、こうなるわけです。括弧2番、これは縦の式ですね。 3x+3y-4 足す 2x-6y-9 と同類項順に縦に揃っていますね。では計算します。 3x+2x、 これ 5x ですね。 3y-6y、 これ -3y と。そしてマイナス 4マイナス 9マイナス 13 となるので、 5x-3y-13、 これが答えになります。今回は多項式の加法についてお話しました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。